年中無休、夏もバリバリ働く高み座は、夏バテにならないためにやっていることは、次のうちどれですか一、肉を食う。二、うん、熱い茶を飲む。三、うん、あまり動かない。はい、1の肉を食うです。次、年中無休、夏もバリバリ働く高み座。夏バテにならないためにやっていることは、次のうちどれですかこれはとにかくですね、肉を食う。 熱いお茶よりは冷たいお茶好きですけどあんまり動かないってことはないですからやっぱり肉を食うということが多いですねこないだそういえばね全然関係ないんですけど餃子をですねなんか死ぬほど食った記憶がありまして <laughs> んでいろんな餃子を出してくれて全国の餃子がそこにはあってですねまあお取り寄せしたらしいんですけど、はい、で ニンニクを入っていないんですよ。だから、物足りないのかなと思ったら、実はそうではなく、意外といけるというか。で、もちろん、いくつかニンニクが入ってるのを食べると、あ、ニンニクがあった方がやっぱり餃子美味しいなと思うんですけどね。意外と俺餃子好きだったんだなということは、その時わかりましたけど。